J1 サンフレッチェ広島が早くも大台を突破した。全例を一周する勢いに、クラブの SNS での発表には周囲から驚きの声が上がっている。まだ第7節までを終えたばかりではあるが、J1 で広島が好調ぶりを示している。首位は FC 町田ゼルビアに譲ってはいるものの、勝ち点1差の2位につけている。今季の広島はまさにスタートダッシュを切ったといえる。 開幕戦では強豪の浦和レッズに2対0と勝利。内容的にも完勝だった。背中を押しているのがホームスタジアムだ。開幕白星を飾った後、第2節ではアウェーで FC 東京と1対1で引き分けたが、ホームに戻った第3節ではサガントスに4対0と大勝。7試合を終えて無敗をキープしているのはホームスタジアムのおかげだ。それもそのはず。 ホームスタジアムでは多くのファンが背中を押している。今期からホームスタジアムとなったエディオンピースウィング広島は、クラブや多くの人々にとって待望のサッカー専用スタジアム。広島市内中心部に設立され、ホームのみならずアウェイチームの応援に駆けつけた人々も喜ばせている。浦和との開幕戦では、2 7545人がスタジアムを埋めた。 その後も入場者数が2万5000人を下回ったことはなく、4試合を開催した時点であっさりと今季のホーム来場者数10万人を突破してしまった。新スタ公開エグスギー。この快挙に、クラブは SNS で謝意を表明。選手たちとファンがスタジアムを埋め、1万という数字が大迫力な画像が公開されると、ファンの興奮度も一気に上がった。新スタ公開エグスギー。 早 WWWWW WW 早いすごい,すごいすごいすごい平均2万5000超えだもんね第7節を終えた時点でホームゲーム最多観客数を記録しているのは合計15万9025人を集めている FC 東京ただし収容人数が多い国立競技場を2試合連続で使用している効果も大きいと思われ 中国地方からの新時代の幕が上がることも十分に予想される。